フォード VS フェラーリは2019年に公開されたアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はジェームズ・マンゴールド、主演はマット・デーモンとクリスチャン・ベールが務めた。1960年代のスポーツカー耐久レースの世界で繰り広げられたフォード対フェラーリの覇権争いの実話を脚色した作品。本作は批評家から高く評価されており、特にベールの演技は 賞賛を集めている。レーシングドライバーのキャロル・シェルビーは、1959年のルマン24時間レースで優勝する栄光に輝いたが、そこからほどなく心臓病のためにキャリアを得る。引退後は、自らの理想なスポーツカーを作るためにシェルビー、アメリカンを設立し、多数のセレブリティを顧客に抱え、経営者兼、カーデザイナーとして成功したが、 心の中ではレースを渇望していた。イギリス人レーサーのケン・マイルズは第二次世界大戦の終結後イギリス軍を除隊すると家族と共にアメリカへ移住し自動車整備工場を経営しながらレースに参戦していた。レーサーのマイルズが整備する車は一般人には扱いにくい品質になり、マイルズ自身の偏屈な性格も相まって経営は楽ではなかったが、 純粋に車を愛するマイルズは、妻のモリーと息子のピーターから敬愛されむつまじい、家庭を築いていた。あるレースの現場でマイルズと出会った、シェルビーは会話の流れからマイルズを挑発してしまい、怒ったマイルズからスパナを投げつけられる。しかしレースでは、マイルズは、巧みなレース運びを見せ、そして冷静な判断と、果敢な追い抜きで、最終周回にトップを奪い優勝。 シェルビーは感染している自分と同じタイミングで同じ判断をしたマイルズの優秀さを認め投げつけられたスパナを持ち帰るとオフィスにそれを飾った。一方、レースには優勝したマイルズだが税金の滞納から整備工場を差し押さえられてしまう。レーサーとしてももう若くない40代半ばの年齢もあり、家の差し押さえまでは避けるためにレースをやめて、 地道に働くとモリーに告げる。1963年、アメリカの巨大自動車メーカーである、フォードモーターを率いるヘンリー・フォード二世会長は、会社の現状に飽き足らずさらなる成長のアイディアを、募る。30代にして早くも、フォードの副社長兼総支配人にまで上った、リーヤーや国家は、これから自動車を新たに買い始めることになる、ベビーブルマー層に訴求するため、 従来のフォードのブランドイメージを一新することを考える。そして導いた策は、ルマン24時間レースを4連覇し、全世界的な憧れのブランドとなっているにもかかわらず、経営危機に陥っていた、イタリアの自動車メーカー、フェラーリの買収であった。意気揚々とマラネッロのフェラーリ本社を訪れた、アイア国家を出迎えた創業者のエンツォ・フェラーリは、 市販車部門はフォードが株の過半数を持つが、レース部門のスクーデリアフェラーリはフェラーリが支配するという条件を吟味し検討する。しかし、仮にフォードがレース参戦に反対の立場となった場合はレースから撤退するという内容はスポーツカー生産よりもレースへの参加に市場の価値を置くエンツォにとって論外であり、土壇場でフォードの提案を破断にしたばかりか、 その裏では同時に、フィアットのジャンニアニエッリに対して、フォードを出しに使った売却話を進めていたのだった。エンツォはアイヤ国家に対し、醜い車を量産してろ。重役たちは間抜け。ヘンリー二世は、所詮二世、偉大な祖父には遠く及ばないと言い放つ。フェラーリの買収には失敗したアイヤ国家だが、ヘンリー二世への報告では、悪びれずに、 エンツォの言葉をそのまま伝え、激怒したヘンリー2世は、フォードの優秀なエンジニアを結集し、社の総力を上げて1964年ノルマンで、フェラーリを打ちまかしてやると決意する。ヨーロッパのレースを、ブランドイメージ工場に利用することに必ずしも、乗り気でなかったヘンリー2世を心変わりさせたのは、アイア国家にとって目論み通りであった。レースに勝つためには、経験豊かな監督と、 ドライバーが必要になると心得ているアイア国家はビジネスを通して関係の深いシェルビーにレースに参戦するためのマシン開発を依頼しレースへの情熱の冷めないシェルビーはこれを快諾。シェルビーは開発を担当するテストドライバーとして迷わずマイルズに誘いの声をかける。すでにレースから身を引くことを決めていたマイルズはわずか90日で 王者フェラーリを任すマシンを作るという野心的プロジェクトには大いに気を引かれるが、フォードのような巨大組織が自らレースに参加すれば、会社のあちこちからいらぬ横槍が入って、うまくいかないだろうと会議を抱く。シェルビーは、ルマン参戦の発表会にマイルズを招待しそこで参加するかどうか決めてくれというが、そこは着飾ったフォードの重役外並び、 ルマン参戦と並ぶフォードの新機軸の目玉であるフォードマスタングの発表会を兼ねるマイルズにとっては居心地の悪い場所だった。展示されている自動車に興味つつで乗り込もうとしたピーターに手を触れないようにと注意した上級副社長のレオビーブに対しマイルズはフォード社に対するありったけの悪魔を浴びせるとシェルビーのスピーチの途中で帰宅してしまう。それでもマイルズを諦められない。 シェルビーはイギリスから空輸されてきたばかりのフォード GT40 の市場にマイルズを誘い出す。ハンドルを握ったマイルズは解決すべき問題を山のように抱えているが速さは間違いないマシンの素質に心を動かされる。フォードから提案された報酬の額も経済的に苦しいマイルズには魅力的であった。そしてレーサーとしての自分を何より愛している妻と息子の 存在が後押しとなり、マイルズはシェルビーと手を組みレースの世界に戻ることを決めた。二人を中心として GT40 の開発は進むが24時間壊れずに走りきるレースカーを準備するにはあまりに時間が足りなかった。そのような状況であればこそマシンのことを最もよく知るマイルズをレース本番で走らせるのは当然とシェルビーは考えていたが、コードは ルーマンではマイルズを走らせないと決定する。若年層に、精神な格好良さをアピールしたいフォードにとって、レースの花形であるドライバーがそやな40代の、マイルズというのは全くそのイメージに合致しない、ものであった。純粋にレースに優勝するためには無用の判断が、降りてくるというマイルズの心配が最悪の形で、的中してしまったが、自らの無力を浴びるシェルビーにマイルズは、 最大の不安要素であるギアボックスに十分注意しろと告げ、アメリカの工場でモリーと共にラジオでレースの様子を聞く。果たしてレースではコースレコードをたびたび更新するなど GT40 の速さが明らかになる一方でマイルズの予想通りギアボックスが壊れ5連覇を達成したフェラーリに対しフォードは全車リタイヤという惨敗を起死してしまう。 ヘンリー2世に対し敗戦の報告を行うためにフォード本社を訪れた。シェルビーは敗因を率直に会長と現場の間に何十人もの人間が入り込んで情報伝達を阻害し様々な部署から横槍が入るフォードの体制だと直言し、会長は本気でルマンに勝つ気があるのかと迫った。ヘンリー2世はそれに応え、プロジェクトを自らの直轄として 式系統をシンプルかつ明確にし、サイドシェルビーに仕事を任せる。ルマンへの再挑戦のために、マイルズの家を訪問する、シェルビーだが、その都合の良い態度に起こるマイルズとの間で喧嘩が、始まる。だが、二人の本音はやはり共闘にあることを、喧嘩を見守るモリーは理解していた。フォード g t 4 0 m II 再起した二人の力で、GT40 の開発は加速し、ブレーキには、 大きな不安を抱える者の,のその他は順調に進化していく。一方で現場には最高責任者として二人とは何かと折り合いの悪いビーブが送り込まれてきた。レース中のエンジンの回転数に至るまで全部自分が決めるというビーブの指揮の下で思うようなレース運びを妨げられる二人だが時にビーブを無視してエンジンを全開にし、1966年には デートナ24時間レース、セブリング12時間レースという大レースを立て続けに、勝ち、ついに、マイルズを要して1966年のルマンに、臨む。ヘンリー2世とエンツォも見守る中、王者フェラーリと挑戦者、フォードの24時間の長く過酷な戦いの火蓋が、切られた。声は日本語吹き替え2011年5月27日、マイケルマン監督が、 ルマン耐久レースにおけるフェラーリとフォードの競争を題材にした映画の制作に着手したと報じられた。2013年10月、交番したマン監督の代わりに、ジョセフ・コシンスキーが監督を務めることになり、トム・クルーズがキャロル・シェルビー役に起用された。その際、ゴーライクヘルという仮タイトルが発表された。12月18日、ブラッド・ピットが、 ケンマイルズ役に起用されたとの報道があった。2018年2月、本作の企画が再始動することになり、ジェームズ・マンゴールドが監督に起用された。5月23日、マット・デーモン、クリスチャン・ベール、ノア・ジュープ、カトリーナ・バルフの出演が決まったと報じられた。6月12日、ジョン・バーン・サルが本作に出演するとの報道があった。7月、ジャック・マクマレン、 ジョー・ウィリアムソン、トレーシー・レッツが起用された。同月30日、本作の主要撮影が始まった。8月、JJ ・フィールドがキャスト入りした。2019年1月11日、マルコ・ベルト・ラミが本作で使用される楽曲を手掛けることになったと報じられた。2019年6月2日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。月日、本作は、 テルライド映画祭でプレミア上映された。9月9日、第44回トロント国際映画祭で本作の上映が行われた。当初、本作は2019年6月28日に全米公開される予定だったが、後に公開日は同年11月15日に延期された。本作は、グッドライアー偽りのゲーム及び、チャーリーズエンジェルと同じ週に封切られ、 公開初週末に2200万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを大きく上回るものとなった。2019年11月15日、本作は全米3528巻で公開され、公開初週末に3147万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。本作は批評家から絶賛されている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには287件のレビューがあり、批評家支持率は91%、平均点は10点満点で7.71点となっている。サイト側によるアメリカの批評家の見解の要約は、フォード VS フェラーリは目の肥えたレース映画ファンが期待しているであろうすべての要素を盛り込んでいる。それでいながら、同作は、 観客の心をつかむ人間ドラマを十分に展開しているため、カーレースにそれほど興奮しないものでも満足できる作品になっている。となっている。また、メトクリティックには46件のレビューがあり、過重平均値は81、100となっている。なお、本作のシネマスコアは最高値である絵となっている。第92回アカデミー賞では4部門にノミネートされ、 そのうち、アカデミー音響編集賞とアカデミー編集賞を受賞した。本作まで、モータースポーツを取り扱った作品が、作品賞にノミネートしたことはなく、本作が初のノミネートになる。第44回日本アカデミー賞では、優秀外国作品賞を受賞した。本作のブルーレイ、DVD セットと UHD、ブルーレイセットが2020年5月2日に、 発売された。今作から20世紀スタジオ作品の発売元が20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンから、ウォルトディズニージャパンに変更された。ありがとうございます。